注目。子供の人生をダメにする悪質な親の銃の性質。心理学者と児童行動学専門家にかかれば、悪い影響を受けた被害者たちとただのしつけのなっていない子供の見分けをすることは可能だとか。医療心理学者のセス・メイヤーズとブレストン・ニーによると、親の行動が子供の人生を台無しにしている場合があるそうです。まずご存知のように、子育てはとても難しくて、他人の子育てのやり方が間違っていると決めつけることはできませんよね。それでも単純な間違いと悪質な親、または自分勝手な親による不適切な振る舞いには、はっきりとした境界線があります。この動画で何が子供の心理に影響し、またこのような悪質な親を持つ場合、どのようにその問題に取り組めばいいか紹介していきます。悪質な親の性質を特定する前に、まず子供への影響を見てみましょう。身勝手な親に育てられた子供というのは、愛され、聞かれ、見られているという実感がない。彼らの人間性よりも外見の方が大事だと思っている。彼らの自我の成長時にサポートを受けている実感がない。人の信頼の仕方がわからない。感情の形成の遅さ、または停滞に苦しむ。全人生において、自分の至らなさを責められているように感じる。感情の育み方を教えてくれる手本がいない。大人になった時に両親からの自立に苦しむ。大人になった時にうつ病、不安症、心的外傷後ストレス障害、または PTSD に陥りがちになる。大人になった時に自制の厳しい、または高い目標のために全てを犠牲にするような人格が形成されることもある。これらは身勝手な親の子育てによる結果です。さあ、これから子供に悪影響を与える親の性質というものをじっくり見ていきましょう。その1、私を恐れ、そして愛しなさい。悪質な親にとって感情的な攻撃は、愛、注目を与えることと同じことなのです。このような家庭環境で子供たちは、鍵を置く音や玄関での足音などで両親の機嫌を察知します。こういった子供たちは、いつも恐怖、不安に駆られています。このような悪質な親は、良かれと思ってやったことが、あだになった時によく腹を立てます。そして、お前のために全てやってやったのに、この恩知らずが、と攻撃的になるのです。その2、大人の問題解決を強いられても、一人前としての権利は与えられない。悪質な家庭において、親は子供に責任を共有させます。例えば、父親がお酒に酔いつぶれているのは、子供の悪い振る舞いのせいだと子供に思い込ませることです。後になって子供は、大人の問題に引きずり込まれます。成長するにあたって、親の不平不満を聞かされ、その複雑な状況に自分を適応させ、親と同じ立場に立たされ、助け、我慢し、慰めます。悲しいことに、こういった状況下で、子供は自分の意見を言うことはできません。その3、一番になれ。でもお前は特別ではないことを忘れるな。自己中心的な親は自分の子供に高いレベルのパフォーマンスを期待します。多くの場合、これらは自分の失敗の埋め合わせをしようとしています。それが最上のキャリアを築くことにしろ、プロのスポーツ選手になることにしろ、親自身成功に必要な特質を持ち合わせていないのです。もし子供が自分よりも大きな何かを成し遂げても褒めることはありません。子供は自分自身を親の一生の失望だと考えるようになることから、過小評価された親の言葉は子供の人生に打撃を与えます。その4、心を開くこと。でも裏切られる前提で。悪質な親は子供には誠実であることを求め、時に子供が心の内を打ち明けないことに対して罪悪感を感じさせます。それで後に子供の個人的な話が裏切りという形で使われます。例えば、子供が本当は話したくなかったデリケートなことを打ち明けた後、親は親族、隣人、友人にその内容を言いふらすことに何の抵抗も感じません。子供側からしたら怒鳴られたり笑われたりするのが分かっていて、無理やり心を開かなければならないということです。その5、お前は出来が悪いんだから良くなろうとすら考えるな。子供の自尊心が低いほどコントロールするのは簡単だから、悪質な親は子供の失敗、失態を責め立てます。多くの場合、親は10代またはもっと小さい子供たちにとって触れて欲しくない外見のことを責め立てます。もし責めるポイントがなかった場合は、それを作り出します。
親は自分の子供と友人、隣人、同僚の子供と不条理な比較をします。この類の親は子供に対して新たなことへの挑戦や成功を望んでいないことから劣等感コンプレックスの押し付けをします。そのナルシスト的な自己愛が子供が親より良くなること、賢くなること、成功することに対して恐怖を植え付けているのです。言い方を変えるならば、彼らの自尊心が傷つけられそうになると子供を押さえつけようとするのです。その6、成功していいけれどそれは親のためになる場合に限る。もちろんこういう親は子供の成功を望んではいるけれど、それは親の利益になる場合にのみ、例えば親が認めているエリアだけでのみ子供の成功を望んでいるんです。自分勝手な親の場合、次の2つの理由だけが糧になっています。子供の成功を他人に自慢できる。子供の成功が自分を裕福にさせる。そしてもし子供が自分の仕事に満足していても、この2つの条件を満たしていなければ、この悪質な親は子供を叩き落とそうとすらします。こういった親は子供が成功しているか幸せかなど考えすらしません。その7、私の言う通りにしなさい、でも失敗したら悪いのはお前。この場合、親は子供を物のように扱います。親が全て計画を立て、子供にはそれに服従させます。ちなみに親は子供に絶対服従させることの結果がどうなろうとも気にしません。もし何かことが悪く運んだ場合は、もちろん子供の責任、子供の不注意だとされてしまいます。その8、この役立たずが、でも一人にはさせない。健康的な家族だと親は子供に家を出させ、自立を促します。その反面、悪質な親は子供を家から出させません。その上で、その家、お金、食べ物は全て親のものだとします。ある程度成長した子供の意見、反論は完全無視。これらの親は何を求めているのか、子供が奴隷のようにそばにいること、それが親の隠れた欲望です。その9、何でもしてあげる、でもその恩は一生を忘れるな。これらの親は寛大そうに見せながら、子供の必要のないものを押し付けておいて、それを拒否された時にはものすごく憤慨します。子供は成長した時に、多分親は一緒にいてほしいか、必要とされたいんだろうなと考えます。それで親の助けを受け入れ、感謝をし、お返しもします。でもその親はその後、その恩を何度も蒸し返すため、結局ハッピーエンドにはなりません。この子供は大抵こういった理由で親の奴隷になっています。親の行為を踏みにじり、憤慨される。親の行為を受け取り、その恩を延々と押し付けられる。こういったことから、子供にとっては不公平、親にとっては一石二鳥、典型的な自己中心的な親の行動ですね。その10、信頼しなさい、でもプライベートはないからね。プライベート？自分の空間？悪質な親にかかればそんなものはありません。その親から自分の空間に立ち入ることを拒否すると、裏切り、または何か非合法なもの、非道徳なものを隠してないかと子供を責め立てるでしょう。自分の家族を持つまでに成長した子供にとって、この手の親は合鍵を使うこともあり、安全だと感じません。そして多くの人のプライベートに入り込んだ質問をしてきます。なんで新しいテーブルを買ったの？いくらしたの？古いのはどうしたの？なんで相談してくれなかったの？そしてこういった質問が終わりなく続きます。そんな親は子供の生活、決断において敬意を払うということを知りません。悪質な親の扱い方、このような悪い雰囲気を取り除くことはどれだけ難しいことでしょう。それでもあなたの境界線、人間関係を守る方法がいくつか専門家によって示されていますよ。まずこれらを認めてくださいね。過去は変えられない。悪質な人間関係は慢性疾患のようなもの。治療はほぼ不可能だとはいえ、その症状に向き合うことはできます。親の問題を指摘しない、変えようとしない、唯一変えられるものとすれば、私たちのリアクション。もし私たちが親に対して怒れば、結果不健全な親子関係としてあなたに返ってくることを忘れないでくださいね。これらのおすすめは、互いが互いに恥をかけない権利、必要性、その理解があって成り立つものです。その権利は、自分の家があり、自分の決めたルールがある。他の親類の揉め事に介入しない。自分の境界線に制限をかける。親に対して自分の方がよく知っているとけしかけるよりも、自分の経験を積み上げる。お金、時間、努力といった自分の財源を管理する。親の興味とは別に、自分の興味を自分で選ぶ。これらのルールは双方にあることを忘れないでくださいね。子供からして不条理に親との関係を切ること、親の助けを当たり前に思うことはあまり良くないことですよね。あなたが成長する過程ではこのようなことはありましたか？
両親とはうまくやってこられましたか？コメント欄で教えてくださいね。ブライトサイドのチャンネル登録も忘れないでくださいね。